天下さん、はい、男児が保護されましたけども、ああね、よかったですね。ねえ、よかったんですけども、うん、ちょうどその保護された直後、はいはい、たまたま天下さんと LINE のやり取りしておりまして、天下さんも思ってたことと僕全く同じことをやっぱりあの時思ったのは、妙に気持ち悪いんですよね。今良かったって言っただけあってちょっと罪悪感がね、ありますね。なんというのかね、いやもう良かったってもう言わなあかんのかみたいなね、言ってちゃんちゃんでいいのかとちゃんちゃんになってしまってる気がするんですよね。すごい釈然としない、釈然としない不自然な点がもうホームズでも解決できないようなね、いっぱい散りばめられてるじゃないですか。そうですね、なんかこう助かったって聞いた時に、うん、よかったっていう気持ちよりも正直勝ってたのはなんで、そうまずなんでと思ったね。助かった理由聞かせてと。でまあちょっと報道されたら、まあね、皆さんもご存知でしょうけど、10キロぐらい離れたあの、ね、場所、置き去りにされたポイントから10キロ近く離れた場所、普通に歩いて2時間半ぐらいかかるという場所、そこにある自衛隊の山小屋の、まあ、中で発見されたというんですよ、はいはいはい、ね。でまあ、発見されてからじゃあどうやって、1週間もの間あの男の子、7歳の男の子、うん、どうやって過ごしたんだ、はい、そしたら、水がちょうどあったからと、うん、水を飲んで過ごした。そして、非常に北海道も気候が低いから、うん、どう暖を取ってたんだいというと、うん、このマットレスの間に挟まって寝ていたと、うん、まあ、実際ね、山小屋なんか見たでしょ。はい、見ました。どうですかあれ。正直いいですか。思ってるような答えじゃないですけど、はい、結構いい物件だな。なるほど、もう物件と物件と見なして、物件と見なしていいですか。もう快適な、結構快適な物件じゃないのか。大人50人泊まれるんですよ。そう50人泊まれるんですよ。しかも屈強な自衛官が、屈強な自衛官が、ね、50人泊まれるんですよ。あそこ確かにいいですよね。いいですね、まあ、ストーブさえつければね、あの時にまあストーブつかなかった、電気が通ってないもんで、らしいですね、だから必然的に夕方ぐらいからもう真っ暗ですよ、はい、山の中で7歳の少年が真っ暗な中であの山小屋でね、1週間過ごしてるってことを考えてもすごいですよね。想像できないわけですよ。これずっと続けば多分ブランカになっちゃう。ブランカにブランカも確か似たような境遇で、ああいう、あね、なるほどね、自分でむしろ電気を起こせる、電気を起こせるね、そういう感じ、たくましいですよ。だからね、ただ不思議なのはね、1週間後にたまたま発見されましたよ、はい、あれ発見されへんかったかもしれへんわけですよね。タイミングが良かったですね。で、うん、つまりよくわからないのは、うん、1週間もの間その山小屋でじっとしてたっていうことがよくわからないんですよ。助けを待ってたのか否か、うん、そこがよく分からなくて、うん、ですごい、まあこれはその情報ですよ、あくまで情報ですけど、はい、あそこから 100m ぐらいのところには普通の民家もあったし、あー 100m ぐらいのところにあったんですか、うん、あったんですよ。でゴルフ場も近くにあったんやって。あ、そうなんですか。ですから言ったらそこのあることのその明かりとかも見えてるから、うん、まあ、なんでそっちの方に行かへんかったんかとか、つまりお腹が空きすぎて、うん、しんどくて動けなかったのかもしれないし、ね、なるほどなるほど、うん、実際僕ほら断食山でね3日間の体験したので分かるんですけども、うんうん、今回7日僕は3日間ですよ、うんうん、横に7日間体験した人も、7日目の人いたんかな、うんうんうん、やっぱりもう動けないのよ、しんどいから。で俺3日間やけど、俺2日目ぐらいからもう動けなかったからね、何も食わへんだけで、で水だけ飲んでても、うん、しんどいから、うん、わざと動かないんじゃなくて、もう動けないからじっとしてるしかないね。あ、そういうこと。なるだけ体力を使わないようにする、うん、もう本能的に、うん、もう動けないのじっとしてるのよ、しょうがないから。なるほど、ね、だからあの子も、うん、もしそのあれが1週間本当にあそこにいたのであれば、うん、もう体力が本当なくて、うんうん、まあ、水だけはなんとか飲んで、うん、で暗闇が怖いとかいうとこも超えてね、うん、それどころじゃないねんともうしんどいねんともう怖いとかしたらしんどいねん俺と、うんうん、いう状況で1週間経ったんかも。ただ1週間経って発見された時の写真出てましたけど、うんうん、自衛隊の人からおにぎりと水筒を持ってる写真が全く衰弱してないんですよ。何やったら今日来たみたいなね、1日目の写真見せられた感じがね、初日の写真みたいな、このあと彼は遭難したみたいな。そうそう、あ、なるほどね、うん、
この時は元気やったのにみたいな。これが最後の食事となったみたいなね。屈託のない笑顔でしたね。全然消耗もしない。で、やっぱりあの断食をした側からの、まあ、あくまでこれも個人的意見ですけど、はい、僕3日ですよ、うん、7日やってしまう。3日やった人間から言わすと、断食直後にいきなりあんなもん食われへんで。あ、つまりもっとなんか柔らかいもん食いたいね。ほうほうほう。それこそ、なるほど、おにぎりが入らないんですか。お粥とかそういうとこからじゃないと食べるのしんどいのよ。へ、ましては1週間ですよ、うん、で成田山の山でね、断食した時に1週間コースの人は、うん、1週間終わった時にまず最初に出てくるのはこのお粥の、もうごっつ水お湯だけのお粥みたいなのあるやん、あの、はいはいはい、入院1日目に出るみたいな、うん、あんなんなんですよ。へ、あれにちょっとお味噌がね、はいはい、ついて、お味噌でちょっと味付けて食べるみたいな。へ、で僕は3日だったんで、僕の場合はあの何も出なかったんですよ、うん、でもやっぱりお腹は空いてる、なんか食べたい、うん、ところが、うん、あの関根も行ったよ、その時な。あ、そうなんですか。関根も行って、あの男3人で行ったんやけど、行った時に下山、成田さん下山して、うん、朝のそれも7時ぐらいに降りんのよ。ね、しんどい、うん、ほんで降りて駅着いたら空いてる店マクドナルドだけやねん。で朝マックよりシャーナが食うたんやんか、腹減ってるから。あ、だそんなもん重いやん、朝からいきなりマックでドロドロのもんですと、マックシェイクぐらいだからない、ね、だからなんかもうスッと入るもん食いたいんだけど、それしかないから、うん、ほんならまあ朝マックで、その中でもあのなんていうんですか、もうあのいろんなメインの中でもフィレオフィッシュが一番食えそうやったから、うん、ね、柔らかいやんフィレオフィッシュ、うんうん、フィレオフィッシュやフィレオフィッシュバーって食った瞬間に、うん、あの3日間何も食べてないとどうなのか分かった、その時初めて分かったけど、うん、もう口動かしてんから、うん、硬くて食べるめっちゃしんどい。へえ、そんな体力もない。しんどいね、こう噛むのが。マクドナルド少年が。マクドナルド少年、僕マクドナルド大好きなのに、そのあの時のフィレオフィッシュほど硬いもんはなかったよ。あれガッチガチだったね、フィレオフィッシュが。あのバンズも本当にバンズって聞きたかった僕は。あのパンの硬さ、フランスパンじゃないのみたいな。硬い。フィレオフィッシュが歌舞伎揚げみたいな。歌舞伎揚げみたいになってて。硬いなぁ。もう一緒にいた関根も、関根も違うメニュー食ったけど、硬いっすねって言ってんの、やっぱり、同じのあった、うん、口動かしてんからね。そうなの。だからそういう状況で1週間で、うん、なおもう余計にそんなもん噛まれへんと思うのよ、うん、それをあの裸の大将みたいに食ってるわけでしょ。もうおかしいやんか。おむすびが大好きなんだなぁと。大好きあの写真見る限り。2個目3個目いってるでしょ、あんなもん。なるほど。で、断食経験してるとそういう見方になる。だからちょっとそれで1週間水だけで過ごしたそれ分からんね、大人と子供ってまた違うんかもしれんけど、うん、でもまあちょっと常識的に考えたら子供の方が体力ないから余計無理なんちゃうかな、まあね、気もするんだけどね、うんうん、でも分からへん、こればっかり分からん、これ人間の奇跡っていうのもあるから、人間のそんなもん今までの人類の中でさ、うん、もうありえへんかったいろんな奇跡って起こってるわけやから、うん、まあ、そう捉えるっていう風になってしまってるけどね今ね。まあそうですね、なってしまってるけど、いやでもいいのかと、いいのかとちょっとこういろいろ考えたいわけですよ。やっぱりこの証言の食い違い。まあ私は自衛隊が、うんうん、30日、5月30日にあの山小屋を一回点検しに行った。行ってんですか。あ、それ初めて来た時にいなかったと、うん、ほう、しかしあの男の子は5月28日、うん、つまりその自衛隊が点検する2日前からいた。じゃあなぜ30日にいなかったのかと、うん、考えられることは、うん、つまりその一つは、もう一番分かりやすいのはちょうど出てたと、うん、まあ、山小屋の外に可能性は、ね、なんかの理由で、うん、おしっこに行ってたのか分かんないですからね、うん、裏の男がおしっこしたのかうんこしてたのかなんかしてたんでしょう、うんうんうん、まあそれかもう一個はそのあのふわっと自衛隊が入ったけど、うん、あんまちゃんと見てなかったよな。あ、つまりそんなもんは、まあね、点検するっていうのはまさかここに 誰かが忍び込んでると思ってないから、うん、まあ、普通に点検したのかな、うん、なんかこう不備なものはないだろうかとか普通に点検してふわっと出たんかもしれない。鍵かかってなかったって言うもん ね、 でね、ここでまた鍵問題なんですけども、うん、28日に男の子が入った時に鍵が偶然開いてたから男の子は中に入れたと、うん、ところが自衛官が30日に行った時に鍵がこの、うん、閉まってた、うん、なんかもうよくわからないんですよ、いろいろ、うん、でそれは男の子が中からかけてたのか、うん、まあ、ちょっといろいろよくわからないんですけども、それでそういうこと、まあ問題でもね、まあ勘違いというか、別に自衛官が
見落としてたで俺はいけると思うね、うんうん、まあ見落としてたよな単純に、なるほど、うん、それでいけるねここは、うん、一番根本的に不思議なとこが、うん、置き去りにされてから山小屋まで2時間半暗闇の中を山道を歩いたってことだよ、うん、そうですね、そこが一番の突っ込みどころ、ここはどういう意味なんやろうと、そこを歩いたっていうのは僕は何を頼りにね、そうで、なんかね、その遠くになんかその町のホテルの明かりとか見えるらしいんですよ、うん、だけどもこれもやっぱり個人的意見、経験者から言うと、うん、まあ登山よく行くじゃないですか、うん、で富士山も行ったことある、うん、富士山の、あの真っ暗闇の中をライト頭につけて登った経験があるから、うんうん、ものか言わすと、うん、あの暗い山の中って、うん、無理やからね普通に、なるほどね、普通に歩けないですよ、あ、うん、やっぱり木も険しくない、うん、なんやったら、ね、ライトつけてても多分難しい、あの険しいですから、あ、そこをじゃあどのようにして2時間半歩いたのか、ここが一番不思議なのよ、納得いかないところ、うん、でそこはもうそんな細かく子供が語ってないやんか、まあ大雑把ですよね、子供の証言だからね、うん、歩いたんですって、ね、山小屋見つけたんですっていう、うん、だからこの辺をまあ今後まあ何か分かってくると思うよ、何かが、うん、まあでもあの少年のねスペックが桁外れであるっていうことは言えてますよね、うん、これはそれがあの簡単にね、それをねサバイバル能力がどうのとか、うん、生命力があって、あるいは、奇跡運がいい、うん、だから俺そうじゃない気がするんだよ、どうしても谷さんはなんか推理みたいな感じになってきた、いやいや推理というか単純に誰かに保護されてるでしょ、うん、一回、まあ、そういう見方ですか、うん、誰かに保護されたんやけども、うん、その保護した側もちょっと怖なってきてで解放したんちゃうかなって気が、で子供にはそれ言わんといてくるよって、で多分その保護してくれる人もいい人やったんちゃうかと、だからなんかそのとりあえず今言わへんだけで、うん、もしかして突っ込んで聞いたら、いや実はそういう人に言って、まあ言うなって言われたんですよって言うかもしれんやんか、うん、であの子ってやっぱり相当な万博だというね、うん、ことがあるから、うん、そこぐらいの口の硬さは俺ある気がすんのよ、そこは言わへんみたいな、でもどんどん突っ込まれて聞かれたらまあ言うと思うで最終的には、でも結局言わへんかもしれんし、うん、そしてもうもっと根本的にこれは本当にただの奇跡やったかもしれんしね、いやまあね、うん、うん、だけどそこで片付けたくないこの我々のこのラジオじゃないですか一番もうあれのネットのコメントで一番不愉快なコメント、今回のケースに対して、うんうんうん、あの神様が助けてくれたんだよとかあとあの山小屋の扉はどうして鍵が開いていたの、その時だけ神が開けていたんだよあの神って何なんですかこの物語をどう帰結させるかですよね、そうそうそう、我々はだから完全に推理物でいきたいんですけど、うん、サスペンスでいきたいんですけど、僕たちはねそのコメントした人はもうファンタジーだと、ファンタジーだとおとぎ話でいいじゃないかっていう、うん、指輪物語みたいな世界観かもしれない、うん、僕たちはやっぱりあれですからね、江戸川乱歩シリーズで攻めてみたいと思うんですよ、明智くん、小林少年と明智くんみたいに、うんうんうん、ね、もう小林少年と明智くんって両方とも少年ですけど、ね、小林少年と明智くんじゃないよ、明智小五郎や、明智先生と、僕が明智先生やから、あ、そうですか、あなたは小林少年です、あ、わかりました、少年探偵団ですよ、はい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 、それがちょっとね推理して欲しいんですよ、神様がどうとかね、あとはもっと不愉快まあ不愉快というか何を抜かしとんねんっていうコメントがねいっぱい出てきたのはね、うん、そのね自衛隊が あの30日で目撃したとか、そこはどうなってるんだ、なんか矛盾点があるじゃないかっていう記事のコメントでいっぱい出てきたのがですね、うん、そんなことどうでもいいじゃない、助かったんだからって、どうでもよくないわなんやどうでもいいって、助かったのをええことにどうでもいいってなるんですよ、その他のことがどうでもよくないっちゅうねん、まあ、だいぶ影響してますけどね、うん、このなんか助かった助からないで、うん、ね、ものすごい原因を探るでしょうしね、うん、助からなかったら、ね、助からもしまあ万が一あの不幸 で助からなかったらもういろんなことを多分調べるけど、うん、助かったのをいいことに全てをちゃんちゃんにしてしまってることがやっぱり許せないですねちゃんちゃんになってないねん、少なくとも俺はなってないからね、あれさんは許さないですか、いや明智先生はなってないです小林少年はもういいかな、小林少年は何ですか、神様が助けてくれたんですか、もう
じゃないか。このラジオは神様は聞いてくれてるんですか？もうでも15分で終わるからちょっと残念ながら終わりです。